はい、えー、皆さん、こんにちは。えー、ねえだいぶ暖かくなっててね、あのー、花粉がひどくてさ、ね困っちゃったけど、もう、そろそろ時期終わるかね、早いところね、スパッと夏になってね、えー、ヨットでも、ねちょっと、海鮮部とかね、行きたいな、なんと思ってんだけど、まだフィリピンなんですよ、うちの船。<laughs> あったくさ、ようやくキャプテンがね、 あの、渡航できたんで、えー、向こうで今ね、指示していろんなこと直したりなんかしてんだけどさ、ああ、まあね、これが早いとこね、この流行り風の件が解決しないとなかなか、ああ、海外に移動できないんで、えー、ね、早いとこ、ね、あのー、そういうめんどくさいね、規制、えー、みんなでやめてもらいたいなと思ってるね、え、日このものなんだけど、今日もまたね、ご質問にお答えさせていただきます。えー、メルクロさん、こんにちは。 いいつも楽しく配置をしくていますす質問です、うん、倉橋さんは以前札幌の物件をお持ちとお話しされていたと思いますがおよく覚えてるねえー、遠隔地例えば私はあ北海道なんだね私は北海道在住なので、えー、関東などの物件を買う時のメリットデメリット、えー、管理会社の選び方や相談する金融機関など無料でお話しいただける範囲で構いませんのでお聞かせいただければ幸いですということなんですけども あの多分ね、あのー、2つねこう別の話になっちゃうんだけど、えー、まずうちがねその、まあ、北海道あとねあれは札幌のすすきのってあるでしょあそこのど真ん中ってさちょっとわいガヤガヤしてるから中島公園っていうね、えー、の方に近い物件を。 45年持ってたかなでこれねあの最初にまあたまたまところがね、あのー、なかなか決まらないの。で、えー、いろんな提案を受けてじゃあ家具付きにしようとかいろいろやりながらね家具付きにしたりさエアコンつけたり、まあ、北海道でもね夏はちょっと暑くなってきたからエアコンつけたりねしてさでベッドも結構いいベッド入れてさ。で えー、家具付き賃貸でやろうと思ってたんだけど、それもなかなか決まんなくてさ。ほんでね、ほら、管理費高いんだよ。その、うん、まあ、雪が降ったりね、雪掃除しなきゃいけないとかさ、えー、言うんで、結構管理費もね、結構したんでしょうあのー、ワンデー系かなうん、のタイプのやつなんだけど。で、えー、管理費も結構して。で、結局さ、なかなか決まんなくて、家賃もね、あのー、まあ、下げなきゃいけないみたいなことになって。で、 あんまりさ下げると変な人入ってくる可能性あるじゃんっていうんでもう賃貸やめろっつってやめさせたので、えー、結局何したかっていうと自分たちで使おうってことになってさでほらあのおかげさまでね当時はもう日本全国、ね、公園なんか行ってたからマイレージもいいっっぱい溜まってたわけだよねだから飛行機代だゃんだから家にいるつもりであちょっと明日さじゃあ,あのカニでも食いっかみたいな感じで。 えね、夫婦でさカニ食べに行ったりあの、ねえー、結構おいしいもんなんだよね札幌ってもうすごい集中してるからそこにだからあのいろんなおいしい食べ物があるから、あのーね、ちょっとその食事に行くくらいの感じで札幌行ってたの、うんだけどね困ったのがゴミあ,あの分別しなきゃいけないじゃん。でさ、あのー、もう、ね、行ったら当然だけど全部、あのー、なんていうの 外食なんだけど、朝食とかさ、なかなかね、えー、やってることこないから、で、結局、ね、あのー、まあ、ちょっとした食べ物とか、あとは、なんていうの、その、家具とかのさ、買った時とか、電化製品買った時の段ボールとか、あの、その日にね、僕たちは大体カース休みだから、まあ、火曜日に行って水分帰ってくるみたいなさ、あの、ことやってたんだけど、このゴミが捨てられない。 で、いちいちもう段ボールさ、ね、車に積んで、えー、処理場があるんだけど、そこまで持ってって、有料でさ、捨てさせてもらうのね。で、だけど日曜ゴミはさ、ね、その、うん、日が決まってるじゃん。こっちの都合に合わない。で、しょうがないんで、もうそういうものはね、近くにコンビニがあったから、コンビニで買って、で、コンビニで捨てさせてもらうみたいな、ね、あのー、ことをやってて、で、まあ、これがめんどくさい。うん、っていうんで、えー、ちょっとね、 どうかなと思って、で、結局、まあ、あのー、えー、買いたい人が出てきたんで、じゃあいいや売っちゃえなんってさ、で、結局、まあ、損も得もないくらいで売れたんで、よかったんだけど、その管理、こっちのの管理っていうのは、えー、すごく面倒くさい、マンションの場合ね。で、たまたま、あの、今ね、あの、内場にマンション持ってるんですよ。で、そこはね、その管理費の他に、 そこの物件をそのメンテナンスとかそういうのを管理して毎月定額でお金払うと要するに、えー、1か、えー、月に4回か5回ぐらい掃除してくれるんだよでゴミも行った時に要するに、えーね、処理しないで置いとけばあの管理業者が全部処理してくれるの。で、えーね、汚れたとか全部掃除してくれてるしあと故障があるとさ、まあ、このようなもそうねあの お風呂の換気扇がちょっと落としてたからちょっと悪いけどこれ交換してよなんつってで電話しとくと交換してくれるしこの間もスキー乗ろうかねあの鍵がさあのうんちょっと不良だったから交換してもらったりとかでいろんなことをねさしてもらってるんですよいやしてくれるんですよでお金かわるよもちろんだから楽だよだよって行った時も綺麗にピシッとなってるしさあとほら電気温水器をねあの事前に入れとかないと夜沸かすからさ ついたその日は使えなかったりするんだよ。それもだから電話しとけば開けといてくれるし、まあそういうね、あのー、そういうサービスがついてるのがいいねって思った。なので、えー、もう札幌の方はもうね、別にホテル泊まったってさ、高いことないじゃん今。だから、ああね、もうホテルの方がいいわってことになって売っちゃったわけ。でも苗場は違うよ。もうホテルより全然いいもん。荷物を置けるし、今回みたいにね、 スキーとかスノーボードとかも置いとけるからもう手ぶらで行って、ね、ちょっと楽しんで帰ってこれるとかできるのがいいなと思ってるわけ。で,で,、えー、でもう一つね今度は関東などの物件を買う時のメ,メリットデメリットってことなんですけどもこれはね簡単なことだけど CF ネットに任してくださいよ <laughs>。住むわけじゃないんでしょだって。 え、どうなんだろうね。住むためのかな。物件を買うときだからね。うん。だから、投資物件を買うんだったら、別にね、東京都内で、あの、だって、うち、ね、あの、九州のお客さんだって、あの、ね、あのー、サインのお客さんだって、ね、うちで全部取引できるし、あと、金融機関も、要するに、全国でねあの、取り扱いできたりするから、で管理はね、あの、えー、当然うちの方で。 管理させてもらうんで家賃のね滞納からないから全部処理するしあとクレームも全部処理するしあとあの c f ネッ e のあの管理会社で CF ビルマネジメントって管理会社があるのねで c f ネッツで買ってもらったものを CF ビルマネジメントっていうところで管理してるんだけどこれはねすごいんですよ。あのねえー、手数料はなんかよ,よくね高いとか安いとか言われるんだけども7%の管理料いただいてるんだけど。 うちの場合は、ね、要するに、月末収金10日払い。多分、昔これ標準的だったのにみんな今ね、1ヶ月くらい遅れてんだよ。で、うちはもう、あのね、10日で全部建て替えて払う、うん、っていう制度になってて、あと家賃の滞納もね、要するに管理会社によっては3ヶ月しか家賃の滞納の保証しないとか、6ヶ月でしか保証しないとかいうとこあるのね。で、だけど、保証が切れた後が一番大変なわけじゃん。で、うちの場合は、 強制執行まで、あの、全部費用はうちの負担でやる。で、弁護士費用もうちの費用の負担でやる。っていうことなんで、えー、意外に今は増えてるからね、逆に言うと安いんじゃないかなと思いますよ。で、僕も個人の物件とか、あとね、ね、えー、会社で持ってる、ね、その、えー、会社って僕のね、個人的な会社の持ってるものも、ーね、CF ビルマネジメントで管理してもらってるわけね。だから、あの、ある意味では、その、 うん東京で、ね、物件買うんだったら、ね、関東など物件、まあ、投資物件としては、あの、まあ、自我自賛で申し訳ないけど、シェフでが一番いいと思いますよ。うん、で、えっ、ー、と、もし住宅を買って、ね、別荘とかして、ね、あのー、使う場合は、えっ、ー、とね、空室の時に、あの、まあ、さっきのね、内場じゃないけど、清掃してもらったりとかすう あのサービスいいいいたものがんいいんじゃないかなかと思うんだよよねねね結構これ、ね、首都圏ないんだよ、ね、あだから、あのーまあ、どっちかというと首都圏の人はさ外に別荘持ってるから逆に言うとそっちの方の管理をそ,そういう人たちに任してるんであって都内のやつはあんまりそういうのでねする人いないけどもし仮にね、あのーまあ、別荘ありにこっち買うんだったら三崎来ればいいじゃないですか。<laughs> スタッフいっぱいいるからそういうね,あのね製造業務なんかもねあの別に、えー、なんとの、えー、宿泊施設やってるんでその延長線上でできちゃうからだからあねあの、もし別荘とかね買ってその、ね、煩わしいだってそうでしょあのー、ね僕もその,うんその、ね、札幌の仏教もそうだけどもえー もうあっちこちこに持ってるわけじゃんで、ね、本当だからナース高原に、ね、土地があってそこに別荘建てようかとかさい、あのー、うので考えたんだけど、ね、土地まだ持ってますよだけど建てないなんでかっていうと僕の知り合いがねやっぱ別荘持っててでほらそこそこの人だと自分でさ行って掃除しなきゃいけないじゃん最初にであとカビとか入ってくるとまたそこを掃除したりさ結局労働力がね足し算になっちゃうわけじゃん だから嫌なのだから僕もねどうせさその遊びに行くのにさ掃除しないじゃんさ、うん、だからねそれだったら逆にそういうサービスのついたところが僕はいいなと思うんで、えー、どちらかというとそのサービス付きのとこじゃないと買わないね、うん、って思ってるであともう一つはあの、ね、僕もね,その、えー、ねエクシブとかさ そうするとそっちの方がいいじゃん,、うん。確かに年間費結構取られるけどもあのー、ね、えー、まあ,あうちのお客さんなんかとかねもう使えるしそれだったらそっちの方がいいなってことででほらやっぱさ違うもん,、うん。だからそのなんとかな旅行とかさ宿泊ってさその空間を 楽しむためにあるわけじゃん。だから、そのために、掃除とか <laughs>、労働的な、その、ね、業務に近いようなものがあると、あんまり僕はね、楽しくないんじゃないかなと思うんでね。まあ結構、僕のね、友達で、えっ、ー、と、西津にね、別荘持ってるやつがいて、で、それもね、毎週土曜日、日曜日に行ってさ、自分たちでね、あの、なんうの、ほら、セリフ、リフォームうのやりながらさ、楽しんでるのもいますよ。だからそれが好きな人はいいよね。だけど、 僕たち仕事でそういうことやってるんだからさ、自分たちはやらないよね。<laughs> 業者さんに任せるっていう、ふうなのが癖になっちゃってるからね。だから、まあ、いろんな人の価値観があるからさ、一概に何とも言えないけれども、まあ、あのー、投資物件とかね、いうのを都内とかに買うんだったら、まあ当然だけど、うちね、えー、今、7000物件くらい管理してるのか、うん。だからね、ある意味ではあ、お任せいただけばいいんじゃないかなと思うね。えー、ということで、なんか自画自賛の、 コマーシャルのような質問人の回答だけど、これで良かったですかね。えー、もし違かったらね、またご質問の方してください。ということで、それではまた。この動画はいかがでしたでしょうかあ今後もですね、継続してこのようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、 え、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。